はい、どうも、始まりました。毎度なじみ、ゆうご .tv です。お届けするのは、アッシー佐久間ゆうごでございます。本日も人生に役立つ情報を配信していきますので、教えることはできませんが、共に学んでいきましょう。自身を向上させるために、成長するために。はい。本日のお題は、すべてのいらないは心を鍛えるチャンス。こちらを今から読んでいくぜ。体を鍛えるには筋力トレーニングです。重いダンベルを持ったりジョギングをしたりなど体に適度な負担を与えます。筋肉の損傷と腸回復によってどんどん体が丈夫になってきます。では心を鍛えるにはどうすればいいのでしょうか。困難に立ち向かう、恥ずかしいことを経験するなど方法は様々ですが、もっと身近なところに存在します。イライラしたとき耐えるだけでいいのです。最近イライラしたのはいつですか。物事が思い通りに進まないと発作的に興奮して怒りが爆発しそうな瞬間があります。しかしイライラしてその場で爆発させるのはいけない。イライラを相手にぶつけると喧嘩の始まりです。言い方を変えれば自尊心をコントロールできなかったと言えます。確かに大変な状況です。だからこそぐっと耐える。我慢すればいいだけではないかと思いますが、なかなか大変なこと。興奮している自分を落ち着かせるには興奮している時ほど難しい。特に自分のプライドを傷つけられるようなことをされると一気に興奮が高まります。とにかく耐える。ぐっと耐えるとき、心に適度なストレスが加わって強くなります。ストレスが心を鍛えるダンベルの役割を果たします。すべてのイライラは心を鍛えるチャンスです。ここが踏ん張りどころと思えば、いつもより耐えやすくなります。耐え切った後には心が鍛えられ、器が一回り大きくなっています。さて、溜め込んだストレスはそのままではいけません。溜め込んだままではストレスが増える一方、イライラする場面が過ぎ去れば別の場所で健康的に発散させましょう。今日の格言、イライラしたらここが踏ん張りどころと思って耐える。なるほどね。確かにね、こればっかしは本当、心を鍛える、心の問題ですね。すぐイライラしたり怒ったり、表に出すのはね、心を鍛えて冷静な自分を生かしていきたいと思います。それでは今日はこの辺でドロン。